ビバリーのポンコツレディオエピソード49 6月8日のポッドキャストです366日のトークですさん <laughs> 見ましたか今回は見ましたいやもうハルトとアスカが別れて、うんうん、やっとナースとの関係が分かってきましたねねーなんかやっぱりあ私だの最初はい 最初に助けてもらってたシーンがやっぱりあった？なんかないと思うんですけど、私覚えてない、ね、ちょっとなんかあの食事の時になんか、うん、みんなでなんか友達たちの食事の時にうん、うん、あハルトな誰かあの助けてあげたよねみたいなという話があった。あよく覚えてるね。そうそう全然覚えてなくてあ、やっぱそうだったんだみたいな。でも、うん、私たちも。 本当に考えすぎたんですけど関係がそんなに深くない元カノだったんじゃないとか全然元カノじゃないし元カノじゃないしもうんかでもさ一回助けてもらってさそこからずっとまああるかそういうことあるか好きになってはちょっとなんかやりすぎじゃないかなと思ってそう助けてもらった瞬間にでもかっこいいなと 思ってるけどもうずっともう何,何年間くらいもう好きになっちゃってもう大好きくらいまではならないですよね、うん、私は、うん、いや私もならないよ多分 <laughs> もうありがとうみたいな感じで、うん、<倍>一目惚れってことでしょ、うん、そういう意味で言うと、はい、それはなかなかすごいなっていうそう あとなんかここまでなんか ID もなんかキープしたまで全然私がやれないとかっ,てって怖っていう <laughs> やっぱり私怖っていう感じがしたけどね <laughs> でなんか最後またこのなんかこのままでそうすよねちょっとなんかもう本当に申し訳ないんですけど <laughs> アスカちゃんもナースもちょっと面倒くさいなっていう。面倒くさいですよね。 まあスカちゃんの気持ちで言ったらあんなシーン見ちゃったらねそうですよねちょっとかわいそうだけどいたらあの本当に傷つくよね、うん、そう誰でもさみ、うん、さんわからないけど私はもう忘れちゃってるだけなんかその <laughs> 恋愛私結構ちゃんと面倒くさい人だと思うんだけど <laughs>、はい、でも忘れちゃってるから普通に冷静に見ると、はい、そっかーみたいないそうなっちゃうかーみたいな。 でも信じられないあのシーンはもうあのデスティニーだと思うんですけど、うん、もうそれもドラマとドラマ分かってるけど、ね、あんな瞬間分かってるけど、うん、でもやっぱりドラマを見ると、うん、やっぱりなんか私も一,一緒にじゃないけど、うん、なんか情熱的な見ないとそれはなんか。 楽しくないから、それはやっぱり私なんか、場所があるから、うん、その瞬間はもう信じられない。もういや、そして、メガネ君がね。そうですよね。抱きしめてね。そうですよね。あれ、昔さ、アスナル白書っていう。アスナロ白書。<laughs> 聞いてる人、わかる人もいると思うが、アスナル白書っていう、すごい有名なドラマがあって。はい。あの、メガネ君が後ろから、こう抱きしめるっていう。うん、はい。でも、その恋はかな、叶わないっていうのがあるんですけど。<laughs> その意味は叶わない。っていうシーンだった。うん、叶わない。叶わなかった。うん,うん、はい。でもあのアスカちゃんのお母さんはメガネくんのこと好きですよね。うん、お母さんいいお母さん。そう、そう。最高。 そう。娘のことちゃんと信じてるし、わ<う>かってるし。そう。アスカも可愛いけど、うん、私は、あの、お母さんの方が好き。わかるわかるわかる。<laughs> すごいわかる。うん。わか,かるな。えっ <laughs> と、なんだっけ、ワンマンライブまで行って、あ、可愛いみたいな感じ。それ、<laughs> それはもう、本当に可愛かった。そう本当。パッションがあるお母さんだよね。そうですよね。あと、あのシーンは本当に好き大好きだった。あの、お母さん とアスカちゃんはビール飲みながらあそ,うだ、ね、そういうシーンが、うん、まあお母親にも親の人生があるっていうね、うん、それ前もそういう話したよねなんか映画のなんかのエンタメのおすすめで,です、ね、やっぱそういうのを伝えられるお母さんっていうか、はい、素敵なお母さんだよね、うんはい、そうですよねあとはル、い、とは別に、うん「はい。 ナースのことは何も思ってないじゃん。うん、そうですよね。はい。うん、なんかあー,はーみたいな感じで。うん、でもこの後好きでしたって言われた後来週。そうですね。まあでもそれで突然いやでもないと思うない,、ね、ないと思う,うないと信じたいないと信じたいあアスカハルトのチームあちうちうちうちちハルトがナースを好きになるっていうことは。はい ないって信じたい。までも、じゃあ、あすかと、まあ、くっついてほしいけどね。でも、三百六十六日の。もう終わったです。ね歌詞。あ、はい。あれって、どういう。歌詞。結局、無理ってことだよね。あ、違う。なんだっけ。そうだよね。好きだけど。そうですよ、ね。かないもしない。私、このかないもしない。こういうくらいなんだ。 あなたのことばかり思っちゃうってことでしょう。うん。本気であなた思うと怖いぐらいなと思い。めちゃくちゃアスカちゃんじゃん。<laughs> 今は今はただあなたのことだけでもう二度ともう忘れられない。うんだからやっぱなんか元に戻ってる感じがしないのがすごい気になるの。そうですよね。うん、でも多分私も、うん、あえっ、ー、と最後のエピソードに全然アスカちゃんと。 はるとはあのなんかアイテムにならない付き合ってないと思う戻らないと思う,うはいじゃあどう決着するのいやもうともやりこちゃんとりこち,ちゃんはもうなんだっけともやくんともやくんそうた多分あの2人で多分あすカちゃんはなんか私はメガネくんがちょっとなんか好きになってきた、えー いいいや人だけどそうでもアスカちゃんのパーソナリティでメガネ君の方がいいと思うんですけどアスカちゃんはなんか優しいけどちょっとなんか気をつけ気を付けすぎる気を,気を使いすぎる気を使いすぎるうーんなんかそういう人はハルトに多分会わないと思う。 私の何を知ってるんですか自分でいけなんですけどそれもパッションそれも情熱的で多分ハルトは今もういろんなプレッシャーがあるからハルトはちょっとなんか恋愛をするっていう感じじゃないそうなんかいらないですよ。ナースのさナースと一緒に歩いてる時にさアスカちゃんっぽい人を見てさ目で追ったりとかしてたからさ まあこれは戻るなんかやっぱり覚えてはいないけど心のもう一回好きになってるような、うん、改めて気もするしね。 あると思うんですけど、私はなんかあの別になんか付き合ってなくてもいいかなというドラマで大丈夫です。はい、それちょっと成立するかな <laughs> ちょっとまあ来週も,でもそうですよね。うん、来週も楽しみだね。来週どうなるかはい。うん、ねでもやっぱり、ね、あと何回このドラマ二回え二回ぐらいだよね。そうですか。なんかエピソードはいつも何回何回ですか。 もうえこれは多分九回10回とかエピソードないんですよねえこんと今週はい月曜日、はい、そうないだったのないんだと思うちょっと待ってねじゃああとい,いやあ一回で終わんないよ絶対あと二回ぐらいよそうですよね、うん、早いきっとあと二回そうそうそうないんですエピソードないああいや 来週終わるわないよ最終回とか出るからそしたら確かにうんいや,いやあと2回大変大変うん<や>ちょっとまだ来週も話さないと <laughs> 来週話さないと <laughs> 大変来週話せないんだそうですよねフィリピンにいますもんね <laughs> <laughs> どうしようかなそれも TVer も見れないし 大変 TVer TV はジャパンオンリージャパンですよ日本にいる時しか見れないのそうですマジでそうです <laughs> どこまで話したのか忘れちゃった <laughs> いやでもこのテンションでね、うん、あのもうあの、うん、最終回楽しみですねこの,ねあのここまで見たらちゃんと最後まで見届けて、うん、そうどうなったかをはい ちょっとみんなでまた話しましょう。みんなでずか二人で話せないけど。うん、いやでも最後にあさみさんはもう戻る付き合っていや戻ってくれなきゃドラマじゃないよ。いやそういうドラマのもうありますよねなんか。ああ<ー>まあねまあね、うん、まあねまあね。まあね、私はそういう系です。<laughs> はい、うん。じゃあどっちになるか。そうですね。うん、じゃあ次のあのポッドキャストで話しましょう。うんうん、はいそれでは今週も Let's start。 morning person and night person という言葉なんですけど、あさみさんは。なんか日本語で言うと、うん、朝型人間と夜型人間。あさみさんはど,どっちですか。ま完全に夜型でしょうね。そう、そうですよね。うん、朝のイメージじない。そうですね。うん、私も、私もっていうか。何回か。うん、頑張ってたんですけど。うん 全然続かない。うん、私も夜型人間です。もう気を抜くと。朝は。無理だね。なんか、でも一番早い。あ,あの時間は何時くらいですか。一番早いって何。例えば、なんか、朝、朝に起きたら。なんか、何時ぐらい。うん きうんとね一回やってたの朝ごはんをしっかり食べようと思って、はい、朝6時とか7時に起きてご飯を炊いてご飯を炊いてでご飯ちゃんと作って食べて、うん、ゆっくりする時間作って、はい、仕事に行くとかやってたんだけど、はい、なんかそうするとなんかずっとお腹が空いてて、ね、朝すごい食べちゃうと。うん逆に、うん 私はあんまこのなんかすごいいっぱい食べるの向かないなと思ってなるほど戻っちゃった戻っちゃったうんじゃあな何時ぐらいあの起きてますか9時前後かなでもそれも朝ですよね、まあ、仕事してるからねあそうですよね <laughs>、うん、<laughs> それはそうですねそれよりうん9時ぐらいじゃないかな、うん、それでもめちゃくちゃ遅いと思うよ普通の人からしたら。 そうですよね普通の人っていうとちょっと語弊があるけど会社で働いてる人とかは確かに9時か10時には会社に行ってるからね行ってる人はね。はいそうですねでもやっぱりこの仕事で私たちは。それができるんだよそうそうでしょだって朝9時に会社に行かなきゃいけない人はみんな6時とか7時とかに起きて電車に乗って。はい 会社に行ってしかもそんなね5分10分でつ,つくとこに住んでないからさ、うん、そうですね。1時間ぐらいかけて行く人とか、そうですよね。それもいますよね。う2時間とか全然いっぱいいるから、うん、もうそうなったらやっぱり夜の9時10時に寝てる人もめちゃくちゃたくさんいるよ。確かに。な、はい、朝型夜型っていうよりはもうそうしなきゃいけないっていうか,か働いてるから、うんうんうん,うんうんうん。もうそういう人がほとんどだと思うよ。そっか。うん。 自由に生きられすぎてんだよ。何ですか？自由にあの生ききってんだよ。そうですよね。何にもない時もあったりするじゃん。なんかこうバーッと。はい。そうするともう好きなように生きちゃうよね。そう。でも何ですかね。あの私夜型人間になったんですけど、フィリピンにいる時にめちゃくちゃもう七時ぐらい八時ぐらい起きてるんで起きてたんですよ。そうそれはなんでかというと。 あのお母さんとかも本当に何かあの声がうるさいから家族もいるし、うん、あとやっぱりフィリピンは結構なんか朝早いですよ仕事もそうだし日本もそうよいやフィリピンの方が多分朝早いですよ <laughs>、うん、7時ぐらいとか7時から働いてんのみんなわかんないけどえそれ早すぎじゃないなんか私はトレーニングした時に、うん、8時とか。 に働いてそれはいると思う。日本も、それぐらい。あとフィリピンの、うん、えっとショップとかお店とか、十、うん、時ぐらい九時ぐらいとか開いてますね。何のショップかにもよるけど。いや、シャピングショッピングモールとか。ショッピングモールは開いてますよ十時。あ、そうですか。十一時じゃないですよ。よ十一時が多いでじゃないですか日本は。いやいや、十時に開いてるとこもありますよ。 そそうですか <laughs>、えー、私はか、うん、近くにあるところがビバリーの例えば渋谷とかで朝10時からやっても、うん、そりゃ来ないじゃん人が。確確かに確かにに、うん、でもそのなんか郊外の渋谷とかじゃなくてちょっと離れたところのとかだったら全然10時とかありますよ。なるほど、うん ちょっとビバリーが見てる世界が日本の世界が狭すぎて <laughs> そうですかあと会社員とかがそんなに周りにいないでしょ、うん、会社員って分かる会社もそうで,そうですね勤めてる人があんまり近くにいっぱいいないからなんかこうイメージが湧かないんだと思うけど、うん、朝6時とか7時,7時ぐらいの電車、うん、も私もそれがや,やりましたね昔,昔っていうかあの冬になったらもっとなんか寝たくなっちゃうんですよ だからそれみんなそうなんです。そう, <laughs> そう、だから、さっき言ったそう、だから、なんか夏になったら、もう全然もう、うん、あの。普通に、起きれ、起きられる。うん、それはもう、みんなそうよ。で、うん、なんか冬になったら、難しいです。いや、でも、あのー。そ <laughs> ビ、バリを否定したいわけじゃないんだけど。はい、<laughs> 日本人も、みんな、この四季があるじゃん、昔から。なんか冬になったら、眠いし、寒いし、起きられない。うんうん、みんなそうなの。 だけど会社に遅刻できないから、うん、もうみんな無理やり起きるわけそうですよね、うん、で、うん、と会社に行ってる人は自分で無理やり起きるじゃん、うん、あとやっぱり私たちみたいな夜型の人間でも一、うん、人になったら会社のために起きなきゃいけないしあと家族がいる時はやっぱ家族がうるさいから、ね、起きる時に起こしてくれる人がいたりとかするとやっぱり起きれるっていうあれで。 な多分だフィリピンも日本も変わらないところはそんなにそうですかそんなに変わらないと思う,うん、うん、今だからフレックスの会社がすごい多いからあそうですよねあとリモートもリモートも多いだからリモートが多いから逆にあのおギリギリまで寝てる人も多いかもしれないけどい、ねうん、逆に朝七時とか七時半から働いて、うん、みんなが活動してない時間から働いて、うんうん 先に終わる、うん、っていう風にしてる会社もあるの。うん、そう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 。でもそういう世界を知らないよね<も>私たちね。そうですよね。うん、でもあのモーニングの人とかモーニンモーニングパーソンとナイトパーソンは私なんか調べて、うん、あのどっちがあの体的にあのいいいいか朝でしょ。 朝もそうでしょうで、で,そうでうそ、そうでしょそうでしょって思ってるんでしょ <laughs>、うん、全然なんか、あのー、そんなに変わらない。リサーチがあって、あ<ー>そう。あとはあれじゃない毎回同じ、夜なら夜で、ずっと夜で動いてる人、うん。そう、そのサイクルだったら全然大丈夫なんですけど。うん、だ朝だったり、夜だったり、そういう人の方が、うん、そういう人が体には悪いだろうね。そうですね。 あとなんかあのなんかバッドハビッチがな,かないと全然なんかあのナイトパーソンでも全然あのヘルシーですタバコとかあのあ<ー>飲みすぎとかしなかったら全然,全然なんか体にも弱えそんなに悪くないですナイトパーソンになっても夜勤っていうのがあってさ日本には<勤>多分フィリピンもあると思うけど夜働いてる人とかはもうその夜働いてることが普通じゃん。うん うん、で帰ってきて朝寝て、うん、でまた夜働いてっていうだからサイクルがずっと同じ人は朝でも夜でも大丈夫だと思うか、ん、ら、うんはい、でもなんかナイトに働いてる人はちょっとなんかあの良、ー、くないことはえっと太陽とかないからちょっとそれも良くないですよね,、うん、ねそれはね。 そそれれだけしかか思思っってなかった私も、うん、それはすごい思う、うん、太陽にでもまあまあでもずっと浴びられないからなだから帰る時に浴びるだよね太陽をそうですよねでもそれはあの足りない足りないっていうかなんかその瞬間だけですもんね, <laughs> ねお30分とかぐらいそう、まあ、あとは休みの日休みの日にコントロールして、うん、なんか昼間か、ね、でもなかなか難しいですよねでもそういうこと言ったらさ アナウンサーの人とかもさ、<う>朝五時からの、うん、あのニュース読んでる人とか、二時とか三時とかにもうはい仕事場に行かなきゃいけないからさ、そうですよね、いますよね。めちゃくちゃ大変だよね。そうはいはい。本当にすごいサイクルで働いてると思う。うはい。まあ朝方夜方っていうのはもう何もない時に朝から動ける人かってことだよね、はい。うんうんうん。そう。それは無理だな私。百パー無理。百パー無理。うん。 午前中に起きてなんかしようって思ったことがない。か確かに、そうですよね。浅見さんは休みの時に、うん、あのいつもあの言ってるんですよね。うん、なんかあの起きちゃうけど起きちゃうけど、うん、なんかずっと家でなんか過ごしたり、うん、あとなんか飲んだりそう, <laughs> そう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 という感じですね。起きはするけど起きちゃうのもうそれはあの年齢的にもそんなにすっごいいっぱい眠れないから、うん 眠れないですよね、さみさん。私はあんまり眠れない。いうん、うんうん。昔からあんまり眠れないけど、もう。え、子供の時も。うん、眠れないとかよく言ってた。へ<ー>眠るのあんまり上手じゃない。じ学校は。学校はだから、もう無理やり起こされるから、行くよね。はい。はい。だから遅刻もしたことないし、はい、高校生まで。 すすごい私かまでもお,お母さんとお父さんのところから離れた瞬間大学になってから遅刻しかしなかったから <laughs> 遅刻しかしなかったからもう完全に朝は苦手だよねそうですよ、ね、昔から、うん、起きるっていうことがすごい苦手今はもう大丈夫だけど起きろと言われれば、うん、私まだ難しいでもなんか別に遅刻とかしないじゃん 遅刻しないです。でも仕事は仕事だから、でも逆に眠れないです。そう例えば、そうドキリしたりしてるし、あのなんか不安だからもう多分起きられないという考えすぎで全然眠れないです。分かる。何回かあります。大阪とかねなんか移動とかさ移動してる時にちゃんと眠れるもんね。そうだからあのなんて全然そうそう疲れたまま本番になるっていうことはあんまないよね。ないです。 移動してる間もう全部寝てるもんね。そう。それ本当すごいと思う。<laughs> そう。どこでも眠れるい。寝ることが本当に大好きだから <laughs> 得意だよね。<laughs> そう。多分食べ物も好きだけど寝る時間が大事です。食べ物よりえっ、ー、と寝る時間がしたい寝寝ることが好きです。もう寝、ね、寝たくないわけじゃないんだけどなんか本当三十分とか一時間とか寝るとはい起きちゃうんだよね。すぐ。うん。いや無理です。 でもその後、うんあ、もったいない、なんかしたいみたいな。へ<ー>夜中は基本的に起きてるずっと。へえ、すごい。で、朝べさは、もう最近なんか十時とか十一時になったら、なんか、あの、やりとりした、してる時に。全然、うん、ああ、もう寝てる,寝るなって。そうで、気絶するから一回。そう、あとなんか二時とか三時に、の、あのメッセージが来て。あ起きたみたいな。そ<う>ごめん、寝ちゃったとか。多いですよね。気絶。 気絶って知ってて知る気絶あの記憶がない状態でもう,うパッて突然寝ちゃうへえ基本気絶だからへえ<ー>だからそれは気絶ですってあのちょっと知り合いに言われたんだけど私でもちゃんと寝てるんだよでもそれはなんかあの携帯見ながらうーん携帯だからテレビとかつけたまんま家の電気も全部ついたまんまもう あ眠いっっっててなった瞬間にスパーンって突然ちゃうでもそれってちゃんと眠れてないんだってあーそうですかだってもテレビもガンガンにあと電気もね、うんうん、もう寝る寝ますっていう準備してないで寝てるから、うんはい、だからもうスパーンって起きちゃうんで夜中に二 2>, <ー>2時間ぐらいが多いかなえっ でももしかしかてあさみさみんは全然そうなんか帰ったらすぐなんかお風呂入って、うん、入ってない時もあるだからもうそのままスパって寝ちゃう時もあるああ多分なんかすぐお風呂入ってでなんか寝たら寝たらもう全然大丈夫ですよねなんかもうか準備したから、うん、そのルーティンにすればいいんだよねそう多分家に帰った瞬間にまずお風呂に入って、はい、みたいな、うん、そうあとなんか電気を消して 暗くあでもなんかね睡眠の先生みたいな人がテレビでやってるのを見て、はい、もう夜ですよ寝るんですよっていうあの照明ライトにしてくださいって言われたから家に帰ってたらとりあえずちょっとすごい薄暗い感じにはしてるけどもうすんごいお酒飲んで元気 <laughs> それはお酒じゃないですかだから家に帰って気付うになりますそう なんかちょっと作ってお酒飲んで12杯飲むと一回寝ちゃうんだと思う、うんまあ夜型人間なのかちょっと,ちょっともうよく分からないですよねでも私もなんか朝型人間になりたかったですえちょっと待って何時に寝てるの私1時2時ぐらいですでもそれって別に夜型でもないよね夜型でもないうん なんでですか？え朝から仕事してる人も一時二時に寝てるサラリーマンの人めちゃくちゃたくさんいるよ。あそうですか。そうなんだよ。え二時まで、うん、起きて。うん。私周りに知り合いの人とかあ。あでもそうですよね。なんかあのー、ちゃんと六時間とか取れるから。そう。一時とか二時とかに寝て、はい、でしっかり寝るのそこから、うん、多分六時間寝ったら一時とかに寝ても七時とかに起きればいいじゃん。うんうんうん。うん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  だから睡眠が長いんだよ。ビバ長いです。長いです。そういうことよ。きっとよ,、ね、よく眠れるね。そんないっぱいどれぐらい眠るのわかんない。でも多分8時間くらいとか寝れる。すごそう。毎日毎日ではないですけど、1時2時とかに寝て何時ぐらいに起きるの？10時とか10時とか。 10時に起寝て10時に起きてるんだとするとちょっとなんかもう朝方と夜方の定義が分かんないんだけど夜方って、はい、多分どこでで、ね、夜中起きてる人なんだよ。夜中、うん、ああそうかなんか、うん、そうですよね。 じゃあ、私たちはなんで、な、なんて、昼方普通, <laughs> 普,通 <laughs> 普通人間 <laughs> 通今更、こう <laughs> もう長い、長い、えっと、話になっちゃったんですけど。普通じゃなくて、ダメな人なんじゃない <laughs> <laughs> 夜な、なちょっと長く。いや、夜方は、何時から何時までですかあよ、まず。頭くらくらしてきちゃった、今の話で。<laughs> えー、どうないそんな気がする。 だってみんな12時とか1時ぐらいに寝ますかねとか2時二時3時とかに寝てそう普通に会社に行ってる人たくさんいるんだもんそうですよねそれはそうですよねなんかもう、うん、ずっとみんなだから自由に行き過ぎてるんだよ頑張らないと,と中間型かもしれないんですけどあだから分かったやや夜型だよやや少しやや 夜型はい時間決まってないですかかもしれないです夜型の人は何時に起床しあでもやっぱり夜型の人は八時から十時あだから夜型でいいのか八時から何時まで十時十時えなんか早くないうんね特徴それは早いと思う。 寝る時間が午前1時半以降で起きる時間が朝9時半以降の人が夜型あだからうん夜型だと思う私たち私たちはい何の話してたんだもう<え>本当にすごいわ<そ><う>かんないですよね最初の方は、はい、うんと 日本の方が遅いっていうれてそうですよね。はい。そうでもないっていう,う。そしてもう私たちはモーニングパーソンと、<laughs> えっと、イブニングパー、ナイトパーソンの違いもわからないし、<laughs> あと、いろいろお話ししました。うん、夜型うん。だから、はい、まあ夜が、夜の方であることは間違いない。じゃあ、うん、それじゃなくて、うん、夜が好き、モーニングが好き。もうやり直す <laughs> <laughs> いやい,やいやでもさ朝は別に嫌いじゃないでしょ嫌いじゃない私朝ただ,朝<は>ま,だまだエネルギーがないですエネルギーがないもうだからかこう<あ>切り替えればいいんだろうけどね本当はだから今、えっと、1時2時に寝てるのを11時から12時ぐらいに寝てはいで、はい、7時か8時ぐらいに起きる生活にしたらはい 変わるんだろうね、ちょっと何かが、何かが変わる。でも、いや、てんでって感じだけどね、でもね。それが、それになったら、私本当にもうすぐ、なんか八時、夜八時にもうすぐ、なんか眠い眠いになっちゃうんですよ。それは嫌ですよね。早いから。まあ、なんか、なんかわかんないけど、もったいない気がしちゃう。あ、いいや。私なんか、そう、でも、もったいないと思って眠れないんだよな。 もったいないって、何がもったいないですか。パット起きるじゃん、一時間二時間で。したら、なんか、なんかしようとか思っちゃうの。うん。はい。これ見よう、あれ見ようみたいな。いや、それは、もっと、なんか、あの、眠のそうそうそう。また、また元気になっちゃってる。そう、セットされて。そう。それより、な、な何を知ってるんですか。何が、あ、の、なんか、起きたら。え、もう、ずっと、映画とか見たり、ドラマ見たり。それより、ゲームし。 本当、社会の運動は無理だよ。ちょっとまだ酔ってるあ。そうですよね。そうですよね。どっちが、うん。いや、でもど、どっちが <laughs>。どっち。<laughs> よくわからない話になっちゃうんですけど。オチがない。オチがないわ。そう,そうそうそう。でも、朝が、朝人間になりたい。朝が好き。みたいな。朝人間に。はい。憧れがある。 憧れがあるか、はい、なんかちゃんとしてる人に見える,言えるそう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 ですねそれはそうもう私本当にダラダラしちゃうからうん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 なんかこう決められたことをもうもはや決められたことがあってもやりたくないぐらいダラダラしたい人だからもうなんか頑張れないから朝ちゃんと起きてそうですよねそれは本当に なんかまあでも私の場合は本当にね家族がいないからだと思う、うん、こんなこの、ねはい、年まで一人でいるから自由になりすぎちゃってて、うん、やばいでもそれ,にそれを言ってもあさ見さんはちゃんとなんか仕事して,してるので全然なんか関係ないですよねでもその代わりなんか集中したらすっごい一人でブワって「今だ!」って。 今だーっていう集中した時は、はい、もうなんか気づいたら何時間もずーっとやってたりとかしてへえそうですよねなんかいつもなんかテーブルでもそうだし昨日気づいたら夜11時だったもんえっおっそここっ<て>ここにもうまだ仕事してへえ集中がすごくてへえすごいなそこまではちょっとなんか嫌じゃないんだろう多分ねその集中してる時はもう集中してるからうんだからなんかこう 周りが見えなくなるっていうか何も聞こえなくなるっていうか、<laughs> そうか。まあ何の話か分かんないけど朝方には憧れる。私は昔憧れるけど、憧れたけど,だけど、憧れたけ、憧れたけど、なんかあのもう私はもうなんかやったことあるからで。 あのもう本当になんか6時とかもあの起きてジョギングした時もありましたけどんか別になんか何ですかねプロダクティブという気持ちになっちゃうんですに,になりましたけどプロダクティブっていうかなんかたくさんのことをでき,るってできたみたいなことになったけどうん、うん、もうすぐ疲れちゃうんですよ逆に。なんでだろう、ね、まあでもあとはもしかしたら私たち今すごい自由じゃない 一人だからそうですよねだからやっぱりみんな朝はも,もしかしたら好きじゃないのかもしれないだけど、うん、やらなきゃいけない,ない,けないそうですよね家族もそうだしうそうそれだけかもしれないよねそうですよね好きで朝起きてねえよってみんな思ってると思うからそうですよねまあでもちょっと投票しよう投票ってなんだっけあのどっちが 好きかそうですよね皆さんもなんか聞きたいですよね、うん、皆さんの意見とかもね、うん、はい皆さんは朝型人間とか夜型人間なんか知りたいなと思いますので、うん、ぜひコメントしてください今週のフィリピンのおすすめは「dirty ice cream」です。訳すと 汚いアイスクリームになっちゃうんですけどもちろん全然汚くてえもちろん全然汚くては本当に汚いアイスクリームになっちゃうから <laughs> えっと汚くなくて,なくて、oh. え名前だけですあ、汚くないですすいませんなんかフィリピンのおすすめなのに、oh. はいなんか全然汚くないです、oh. はい であの牛乳じゃなくてココナッツミルクを使っていて、うん、人気なフレーバーはチーズとかうべ、ん、とかチョコです特になんか子供たちに人気のある有名なストリートフードですストリートフードなんだねそうです、うん、ストリートでお客さんをベルベルでそのティーニーニーニー,ニー,ニー呼んでいて特に夏になるとベンダーをよく待ってましたあのあれね販売している 車をね今もずっとあるんだそれはありますありますそうんか牛乳の味がないので結構なんか甘いですやっぱりなんかさすがに甘いですでも美味しいですよでもさ特に夏になるとっていうけどフィリピンはずっと暑いじゃないそうですでもやっぱりちょっと涼しいとかあるの そうです。やっぱ夏の方が暑いの。そうあとなんかえっ、ー、と六月になったら結構あの雨が多いです。うんうん、うんうんうん。そうだからその時はあんまりなんかみんなそういう気持ちにならないです。なるほどね。そうスープの方が欲しい。あじゃあなんかやっぱりまあ四季はないけど、うん、ちょっとなんか季節感はあるんだね。そう。うん,うんうん。そうちょっとだけ。 でもそんなになんか激しいチェンジでないけどじゃないけど、けどそう夏は例えばなんかえっと3月から、うん、3月から5月まで<夏>結構暑いですよ。なんか40度まで。ええー、暑<い>3月から5月で暑いんだ。イメージわかないね。日本だとね。暑いです。7月8月ぐらいはそれは雨です。あ、そうなんだ。はい。

あとハーゲンダッツも美味しいですよチョコレーートのハーゲンダッツはねうん美味しいもちろん美味しいけど、はい、なんか謎にハーゲンダッツを、はい、おじいちゃんおばあちゃん家に住んでた時すごいなんかこう与えてもらって <laughs> 食べててすごいだからなんかなんかあんまり食べなくなっちゃったなハーゲンダッツへえあとこれ何だっけソフトクリームの,あの北海道のもう本当に牛乳の味 それは外で食べるやつコンビニじゃなくてコンビニじゃなくて<あ>そ<う>北海道で食べたソフトクリームってこと美味しかったそうゃくちゃ美味しいよ、ね、本当においしいはい風見さんはパピコが美味しい、えー、好きですよねめっちゃ好き私なんかハマ、えー、りすぎてパピコがずっと何のフレーバーですかえもうベーシックなあのコーヒーチョコみたいなやつが一番好きだけど なんかいろんなのが出る時があって、うん、あの白いやつもすごい好きだし白いやつうーんあれ何の味なんだろうホワイトサワーみたいな,なんかえが、ー、えそれは何か食べたことないあとこれは美味しいなんかあやっぱり出てくない、ね、あなんかスイカのスイカバースイカバー大好き美味しい,よ、ね、いしいあれ出てきた時出てきた時っていうか多分 小さい頃からあったか、あれ初めて食べた時めちゃくちゃ衝撃的だったな。なそう、私も。あの、もう、あんまりなんか果物の、うん、あ、果物系。 ああののデザートとかあんまり好きじゃないけど、うん、アイスクリームもそうだし、うん、でもそれを食べたらもう本当に美味しくてあとなんかチ,ップスあチョコレートチョ,、ね、チョコチップもあるからうん、うん、あれ美味しいよねそうそれはめちゃくちゃ合ってて美味しいですね、うん、スイカバーも美味しい<う>ガツンとみかんも初めて食べた時もう天才と思ってだから私結構あれね,あん,んねあんま好きじゃないです私だから クリーム系のやつより、<ー>ちょっとシャーベット系のやつの方が。はいはい、理解しましたそう。さっぱりしてる方が好きで、はいうん、クーリッシュも。本当はあんまり食べないけど、チョコレートだけは。ちょっと違う別格。えー、マジ美味いって感じ。ですよね。うん、はい、私クリームベースの方が好きです。そうだよね。そう、え、モナカは。あんまり食べないモナカ。食べたことあるけど。うん オッケーですみたいな。じゃ、やっぱクリーム系の方がね。この話前もしたね。そうですよね。佐竹さんも。あのビバリーと一緒だったよね。そうですよ。クリーム系が好きっていう。はい。はい。でも、多分、あさみさんの。味した。アイスクリームは、味した。味したんというか、なんか。食べたい。あさみさんの好きなアイスクリームの味。 より、うん、あのこのダーティーアイスクリームはちょっとなんか、うん、あの特別なテイストではではないけどなんかちょっと味が違いますね、うんうん、あそうそうココナッツのアイスかうんほんまにあでもなんかあるよねタイのタイありますよねでもちょっと違いますねあそれでもちとちょっと違うますはいはいはい、はい、でもなんかちょっと味見してみたい全部食べられるかわかんないけど味見してみたいちょっと そうですね。テスストして。あとは私の好きなあの食べ方はえっともちろんコーンコがあるけどあのパンに入れたら美味しいです。え？そうそのあのなんかベンダーもそういうなんかパンかあのカップかそれ普通なんだ。そうそうそうパンかカップかコーンなの。そうです。私はパンが美味しいですね。ももはやご飯じゃんそれじゃ。ご飯です。 すごそうなんかあのこの間もあの YouTube で見たんですけど、うん、やっぱりフィリピンは炭炭水水化物ウィ水化物物が好きです、うん、あそうね。でもうパン,ンシッカントンも、うん、なんか麺もあのご飯と一緒に食べてるしそれは普通のなんかスナックですよ。<ー>そう普通にスナックしてるんですよ。であのなんかご飯がなかったら。うん あのこれはちゃんとのご飯じゃないですああご飯と認めなませんみたいな <laughs> 認めませんって感じ <laughs> そうそうそう,そ,ういそれくらいご飯が好きですまあ日本人もラーメンとあの一緒にセットご飯頼んだりさ、うん、でもそれは結構なんか重いですよね重いと思ってる、うん、という人もいるよね、うん、あとなんか関西の人はお好み焼きとご飯それはそうです、ねうん、はいはい それは関東の人はあまりその考えはなくて、うん、お好み焼き食べたらそれで全部みたいな、うん、はい,いやでご飯がなければあのちゃんとしたディナーじゃないみたいな感じはしてないかも私はあそうですねフィリピンはそれですそうなんだねそうそうまあファミリーがいる人はもしかしたらちゃんと、うん、子どもの時とかはちゃんと食べてたよ、うん、必ずご飯と、はい、いやでも普通のなんか一人暮らしの人も。 もう必ず必ずそれすごいなだからなんかダイエットしたいという人がいたら、うん、絶対になんかあダイエットしたいけどなんかご飯は食べたいんですけどみたいなみんな困ってますよあそう大きい問題になっちゃうんですよまあねそれくらいご飯が好きです炭水化物が好きです だからやっぱり私のイメージではフィリピン大きい人もいるけど、うん、そんなになんか多い,なないよねうんうん、うん、それがマジで本当にすごいと思う多分暑いっていうのもあると思うしう暑いっていうのもあるしあとはあのフィリピンもなんかもちろんそのプロセススフードとかも、うん、ケミカルのフードもあるけど、うんうん みんなはなんかちゃんと家であの食べてるから<ー>もう外よりそう,んうん、うん、外食よりなんか、うん、あのファミリーで家でねそうまあその方が健康にはいいよね、うん、はいあ,あそういうことなん,なんか甘い味付けも濃くて甘いみたいなイメージだったからうんうん、うん、そうこのドリティーアイスクリームもそうだし結構ねそうなんだねはい食べてみたいそうねでも私は一番好きなフレーブルはやっぱりチーズです。 このあのジェイティーアイスクリームだと、はいはい美味しいです。だから皆さんもぜひフィリピンに旅行したらジェイティーアイスクリームを見つけて食べてみてください。今週のエンタメのおすすめはトゥルーマンショーです。 はい、この映画は本当にずっと見たかったんですんかジム・キャーリーがコメディアンというのは知ってたんですけど、うん、シリアスサイドも見た気がしました、うん、で自分の人生が全てリアリティ番組だったっていう全然プライバシーがない世界でとても信じられない映画ですよね、うん、や,やばい本当になんに何かかわいそうだったけどかわいそうだよ <laughs> かわいそう本当にかわいそう、うん、信じられない でも最後のシーンはうん、うん、あの快適な世界のまま暮らすか、うん、知らない世界に行くかというチョイスがありましたよねそれは本当になんか素敵なメッセージがありました、うん、でも快適な世界っていうかさ快適だったのかっていうさ、うん、それは彼にとって良かったのかわかんないよねそうですよねもう外の知らない世界に行った方がそう もう<果>なんか誰かあの私の人生がなんか人形みたいでもう私がチョイスあのもうえ選べられなかったか選べなかった選べななかかった、うん,なんかどんな人生にしたかったかそれは本当にかわいそうちょっと私今日はちょっと「トゥルマンション見ないあ」見てないっていうかすごい前に見たの記憶をたどって話すか、うん、ちょっと間違ってることもあるかもしれないけど。はい 生まれた時からずっとそうですなんだよねはいはいだから一回も知らないんだよねそう怖くない、はい、怖いですよでなんか周りの人たちは芸能人なんですけどそう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 ,そうえ全部タレントなのっていうそうやばいよねそう なんか本当にプライバシーがなくてもなんかずっとなんか私考えすぎて、うん、えなんかお風呂入ったらどんな感じみたいな感じでうん、うん、あと本当になんか信じられないえちょっと待ってそのシーンとか私はあんまりわかるんだけどないですそれはなかったけどもうあのわ考えすぎて、うん、いやあ,あそういうのがもしあったらどうしようと思ったってことだよね、はい、だ基本的にはなんか彼が家の中を取られてるんだっけそうはいだけどあとそこの家のプライベートな あのリビングにいるところとかそういうことだよね。うん、はい。そう。すごいよな。そうですよね。なんかたまにタレントのあの PR とか始まるしね。そう。なんか突然これは美味しいですみたいな感じで <laughs> なんか全然なんかえ悪いデビューみたいな何やってるみたいな。そうだよね。そうですよね。あとなんかなんだっけ。何歳までだっけ？そこにいたの。もう三十三十歳ぐらいくらい三十年間ぐらいですよね。はい。 すごいなマジであとなんかあのなんか車なんか仕事に移動した時になんかえっとラジオがなんか突然そのバックグラウンドのあのディレクターさんがそれを聞いて「あっ「He's going there」「移動してるよ移動してるよ」じゃあみんななんか「はいせの」みたいな Q があるんですよそれはもうかわいそうかわいそうみたいな。でこれ多分嫌な人は嫌だろうね。 この映画が「えもう全然面白くない超かわいそう」みたいな人もいるだろうね。かわいそうだもんねだってね。かわいそう。自分がそうだったらさ。そうだってリアリティにリアルの世界に私たちはんかどうすればいいのこの人生のこともあるじゃないですか。で彼はもうそれもあるしであの。 全然あのみんなが、うん、あのリアルじゃないから、うん、その問題もあるからそうだよねそう本当にかわいそうですよね最初の間気づいてなかったんだよね途中ぐらいで「うん、あれ?」ってなって外の世界に行きたいみたいな、うん、はいはいでもディレクターさんは本当にに何か「このリアルな世界は、うん、あの怖いよ」みたいなうん、うん、それ言ってもやっぱりあのもうリスク取りますみたいな感じで終わった。うんうんうん いや正解だよ。そう本当に。なんかこんな設定がすごいよね。設定はすごい。<laughs> よく思いつくよねそんなこと。うなんかいうそこがすごいマジで。なんかずっとえっと例えばなんかショップとか、うん、あの他のビルとかうん、うん、もうでも何もないですよね。うん、だから一回あのあのトゥルーマンもなんかそこに行って、うん、なんかバックグラウンド楽屋とかも見ちゃった。うん えそれ何みたいなあそんなシーンあったっけそうなんかエレベーターに入って、うん、入って、うん、なんかエレベーターの裏が、うん、あのみんながたくさんの人がいてそうだよねだってあのトゥルーマンが生きているはいところは全部セットなんだもんね、はい、そうそう,そういや信じられないもし自分がそうだったらって、うん、まあ考えないけどそう 考えられない人生だよね。無理無理無理 <laughs> 無理だよね。そう。多分 <laughs> あのもしなもしの話なんですけど、うん、あのトゥルーマンはなんかツーがあったら、うん、多分もうあのクレイージーになっちゃうんですよね。いやーなるよ。全然違うから。うん<ー>。もうそれは戻ってこない。戻ってこないもん。あれ戻ってこれないよねあの世界ね。そうそうそう。それをまたさあの。 外の人たちがさみんな見てるっていうねだ30年間ずっと続いてきたテレビ番組ってことでしょうね、うん、そうはいそういうこですよそうだよねいつでも見れるんだもんねはい見えるでも見る人もなんか信じられないなんか何も、まあ、でもさそう考えるとさ、はい、今のさ YouTuber の人とかさそうみんなさなんかこうなんか作られたものうん を見てるるやつもあるかもあか多くないそのプライベートなシーンを YouTube で流してる人うんうん、うん、だからあの私もそれを考えてた,、うん、たんですけどツルーマンショーは、うん、あのなんかあの時代は全然考えられなかったけど、うん、今の時代だと、うん、なんかそのツルーマンショーはありそうですよね。うんうん うん、そうだってなんかみんなもなんか携帯でなんか毎日のブログとかもやってるし、まあ、そうそ24時間じゃないけどそ,うそれが全てじゃない、まあ、結局いいところを切り取ってやってるんだろうけど、うん、ちょっと勘違いして見てる人もいるだろうなっていう見る方がなんかこう分かってないと、うんはい、なんかあまりにみんななんか。 ね、寝て起きてすぐのさ、<う>状態を移したりとかさ。はい。それこそ友達、友達じゃない、子供たちとかもね。そう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 、そ,うそれが当たり前なわけじゃない。うん、そう考えると、ちょっと、はい、ちょっとだけトゥルーマンショーだよね、今世界がね。そう, <laughs> そう。それがちょっと考えてた。なんかこう、自分が分かった状態でのやつだけど、うんはい、自分でコントロールできてるんだろうけど。まあ、なんかちょっとそんな感じあるよね。うんはい、はい、はい。 今突然思ったけどやっぱ思ったよねねもすごい今の世界みたいそう考えるともうみんなもなんかえっと何でも見れるしあと何ですかね生配信とかもやってる方も24時間の生配信とかもできるからんか飲みながらそのまま「あ」とか喋ってるやつ流してる人とかもさいるもんねそうですよねでもそののあ ルーマンショーを作った方、うん、結構なんか頭が結構何ですかね,モダンですよねやっぱり考え,方、ね、考え方はだってこれ結構昔のでしょうだからなんかちょっとあのそう予言者っていうか分かってたのかなみたいなことじゃないけどさ、うん、はいそれがすご素晴らしかったね見たことない方いるかしらいるのかな多分もう有名な映画ですよね、うんうん、まあでもコメディだよね ね、コメディーそうですよねそうそうそう。だからなんか見たことない人ももしかしたらいるかもしれない。そうなんか全体的に面白い映画ですよね。なんかコメディもあるし、うん、でも最後はちょっとなんかあみたいなメッセージがね。うん、ちゃんとあるよね。あるので、もう皆さんもぜひまだ見たことない方は鶴間まし見てみてください。うん、そろそろお別れのお時間です。えー、明日は。 6月9日、ついに私のバーテリーライブ。久しぶりのワンマンライブです。私の準備はバッチリです。アコースティックライブだけど、グルービーできっと楽しんでもらえると思います。会場で待ってますね。そして、12月28日には、えー、ZEP でワンマンライブがあります。SNS にチケットの詳細を載せているので、ぜひ確認してください。それでは、See you guys next week! Bye!